よろしいでしょうか。はい。いざ出陣。Here we go。また良平さん。あ、そうですか。お願いします。よかった。最後までインポスターは引きませんでした。インポスター入れたかったな。怖いから出てくる。うわ、お父ちゃんがいる。手で治ってほしいな。手で治るかな？治らないかな？治らないな。押してみるか。え、今のすごい。そして、はいはいはい、ワイル。あー、早いこと早いこと。嘘でしょう。これは逆にあれじゃないですか。もう来るのは分かってたから早めにやっとこうみたいな。どこかもいいかと。じゃあ、あの10秒から多分10秒鳴らされる前に。ああ。で、それを読んで、先読みで。刺さってるわけだ、これ。そうすればもう、場所は。そんなことができる人って言ったら。でも逆に言うと、人とのルートはあんま被ってない人とかかもしれないですね。清塚さんって最初どっち行ったか覚えてる人です。俺なんかね、ちょっと重くて、ラグくて、なんか始まった時点でもう停電してて。うん。で、で右上カフェテリア右上の、ファイルダウンロードをやって終わったか終わってないかギリギリだった今これが会議が。なるほど。なるほど。目を盗まれたようだな。あれここに。かっこええ。元レンジャー。かっこええ。元レンジャーがいない。これ。嬉しいな。良平さんはどっち行ったかってなんか同じ方向を進んだ人っています？わからない。いや、わからない。わからんな。逆に言うと、日側は僕一人だったんで、誰も会ってないです。ポッキーさんと僕がアドミンで、おとじゃさんがストレージの左上の配電盤にいたのは見てます。なんなら、あの、最後電気直したの俺で、ポッキーさんは後ろから来てくれてた。ね、ついてきました、ね。で、僕はカフェの方に進んでボタン待ちしてましたね。か。俺最初アッパーのとこ行って、で、その後、暗くなってきたから、まずセチュリティちょっと見とこうって思って、暗い中一瞬セチュリティ見てたんだけど、その時には出なかったな。両兵の死体どこでだったんですか？誰も見てない。これボタン押しちゃったんで、分かってないんですよ。分かんないんだ。僕はね、今アニジャーアッパーって言ったけど、僕は始まってメドベイにそのまま入って前に行ったのかな。始まってすぐ走り出した。アニジャ。そうですね。うん。それだとは。泉さんは見てないですね。私は。ああ。じゃあきっと僕の前に行ったんだね。清塚さんのとこでしたっけ。すいません。俺はあのカフェテリア右上。ダウンロード。右上。はい。うん。良平さんがの最後どっち行ったかがわからないって、これなんか絞るのが難しいですね。左か右か。そうですね。早いかなこれな。早いな。またスキップ入れました。スキップ入れます。わかんないな。稼げると思ったんですけど、ちょっと無理か。おついきさん。何？ウェポンに二人いたんじゃないの？違うのかな。いや、いなかった本当に。よいしょ。これは困りましたね。とりあえずエレクトリカルのタスク終わらせとくか。今最速にミスったな。リアクターは行ける距離だから行きますか。マジで。うわ、その二人か。マジか。まさかのツーブロコンビ。すごいね。はい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 。はい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 。はいはい。あかん。まず、位置を確認したいです。逆に。はい。俺は今、リアクターの中です。はい。リアクターの中です。はい。俺多分、遅れてかな？リアクターに寄っていたけども。
はい。僕カフェテリアのとこを歩いてましたね。はい、はい、清塚はナビゲーションで、タスクが終わってシールズあたりを出たとこだったかな。はい、これは、うん、電気室から、ローワーに行くまでの廊下のところで松丸さんが死んでおりました。で、僕は、ナビゲーションから下に降りるときにポッキーさんと清塚さんが一緒に入っていくのを見てるので、うん、はい、まあ時間的に言うと、音じゃと兄じゃとネズミさんの中に反抗していたんじゃないのかなというふうに思います。そうね、リアクター直しに行ったやつが怪しいってなっちまうか、うん、はい、じゃあ僕じゃないな、うん、じゃあ僕でもないですね。おいおい、じゃあそう言われちゃう。リアクター直したのは誰今。いや直し切れてないか、切れてないか今、ね、はい、僕上についてたリアクターのね、リアクターもう到着してらっしゃってました。うん、到着してました。まあ俺でもそれ見てないですよね。俺真ん中までしか行ってなくて、なんなら俺も多分2人は死人できてないから。うん、音じゃはどの位置だったの。俺アッパーからかな。アッパーから入りかかったあたりでもうビーって乗っちゃったから引き寄せられて、だから2人がもしリアクターなんか入ってる2人がいたらわからないっていう。もう、うん、まだ入る前に。そうだよね、あのタイミングで。ああそうなのか。下から多分俺は死体いなかったのかな。上から誰か入ってたのは見たんだけど。ああそう、視界がギリギリだったからちょっと分かんなかったのかもしれない。現地でも見えてないんですわ。なるほど。ポッキーさんと清塚さんは一緒にいたってこと。見たよ、大津ら辺で別れたけど、そこら辺のあの廊下で一緒で、大津一さんともナビゲーションら辺であのすれ違った。ナビゲーションら辺ね、ちょっと清塚でもじゃあ発見した時は3人別に一緒にいなかったってことですよね。一緒にいないけど、はいはい、でも時間的には相当離れてる。そう。どこで見たの死体。死体はあのローアーの手前です。はい、エレキから。なので、ツーブロ怪しいな。セルフは可能であるかもしれませんが、かなり僕は犯行の時間的には無理かなっていう。もう僕も逆に言うと2人に見られてるんで。ナビゲーションは最後上から来た、ね、そのタイミングで見られて走っとこも見られてセルフ自然。いやーやられた、やられちゃいましたね。やられちゃいましたね、早々と。やられちゃいましたよ。いやー逆手に取られましたね。逆手に取られましたね。ね、熱いコンビですね。でもえ、俺分かってないかもしれない。お、本当ですか。ちなみに同じこれアニジャに食われて、ああ、僕もアニジャさんだったと思います。で、なんかでもオトジャさんがコンビならオトジャさん来てたよってかわいそうなもんだなと思いつつ今の話は聞いて。ダメだこれは、もうこの手際の良さ。お、あ、今私目の前で、はい、アニジャさんが、はい、殺しまして、はい、ポッキーさん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。はい、で通報いたしました、ニジャさんが。この手際の良さはね、停電を直しに行ったんですけど、ポッキーさんと私あのアドミンでずっと一緒 でポッキーさんが先にアドミンを出まして、私も、停電を直しに行ったら、配電盤の目の前でギリギリアニジャさんがポッキーさんをシューンってやるの、やっちまったのか。歴史的な一面を見ました。これ最後治ってました、配電盤。これ今現時点配電盤治ってないですね。だったら僕言いますけど、ちょっと一回こう行った時にもうみんな入ってるのを見てから一回離れたんですよ。でその時に怪しいなって思って待ってたらもう点滅したんでピャッて押したんですけど、その時に離れてったのは確かに清さんでした。いや、恐ろしいことよ。あ、いるなー、この暗闇の中、大丈夫かなーと思ったら、暗闇の中で視界狭まってるのになんで見えたんですか、そんなに。いや、あの、配電盤にくっついたもん。いや、僕はだからくっついて、ちょっと遠くにいましたけど、
遠くじゃなかったよ。アニージャはハイデンマの結構前にいた。目の前に。あ、まあでも僕は遠くにいたんですよ。で、その紫色の人がスッて下に入って出てきたのは見えたんですよ。その瞬間にもついてましたからね。でもじゃあ俺のことが見えてるってことは俺も見えてるってことじゃん。おお、なんかすげえ難しくなってきたなこれ。これ一回じゃあパスが上手すぎる。ゴースト呼び出しますか。ゴーストゴースト届け、ゴースト届け、ゴーストのささやきが聞こえるか。おお、アニジャさんだよ、アニジャさんだよ。そのゴーストちょっとおかしくないですか、テンション。アニジャさんです。大富士なんだ、その無言の投票は。前にの犯行を考えると。あ、そうか。もうやばいよこれだって。あ、でも俺は悪いけどやっぱり千代さんだと思いますよこれは。僕はおつ一はそんな、もしちょっといたのか定かないけど、そんな手際良くない。まあ俺だったらそんなに手際は良くないんで、この手際の良さを考えると、でいつも喧嘩してるあの二人が割と今回言い争ってんじゃねえなって。本当。それは音じゃ怪しいぜ。一言言っていい？うん、アリちゃんごめん。ひどすぎんだろ。いやいや、これ音じゃ警戒だぞ。お、そうですか。なるほど、うん、僕もそう。面白い。うん、なるほど。知らんぞ、本当に知らんぞ。みんな鋭いな。いやー、鋭すぎるな。すごいですね。すごいな、よく当たるな。ゴーストすげえわ。僕今ゴーストささやきの瞬間にアニジャですって言ったら通じました。ゴーストだったの。いやー、ゴーストだったんだ。ゴーストだな。いや、いけると思ったんだけど、あのクラスは。いやね、あれ見えてたらでかいっすね。結構アニジャさんの攻め方的にもこれひっくり返るかなと思いながら聞いてました。結構いけると思ったんだけど、なぜか全く信用されてなかったね。いや、でもキヨさんのトークが結構信用度高かったから、逆にあれでおとじゃさんがいやどうだろうって言い始めたのが俺自然だったけどね。ああ、まあそうなっちゃうから、あんまり援護はなかったな確かに。うん、まあ、清塚さんが本当に主張したいとき一気に落ち着くじゃないですか。冷静にね。そう、ちょっとずるいっすよね。本当なんだなと思ってた。早いな。これは上手。これはちょっとね。はい、また通報です。これはネズミさん。はい、これはあれですよ。やっぱり俺言いたいのは、キヨさんラストどこに行ったんですか。これカフェテリアで全然治んないなと思ってたんですけど、カフェテリアで押そうと思ってました。電気をやろうとするのは怖いので、はいはいはい、待ち構えられてそうで、ああ押しに行ったら緊急会議中は押せませんって出て、ああ そのイベント、そう、今暗かったから直さないと押せないですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。これ結構何回もやったような気がするんだけど。停電のパターン知らなかったんだけど。ああ、そうですか。これは私はもう担当職人にお当者だと睨んでおります。ああ、いいと思いますよ、もうそれで全然。ネズミ様。でも俺でもじゃあゴーストちょっと待ってください。ゴースト待ってください。俺じゃあ逆で、俺はネズミ君ではなくキヨさんだと思います。ネズミ様、思い出してください、はい、一番最初の時にリアクターで起きた時に、はい、アニジャが、はい、アニジャとオトジャはリアクターの入り口で入ったばっかりのところだったから見れていなかったって、はい、2人とも行ったんですよ、はい、実は、はい、ってことは2人とも同じ位置にいたのに2人は自分らを見てないって最初言ったんだけど、途中から、はい、あ、そういえば上から来た人いたけど誰だったかなってアニジャが割と白々しめに言ったのは、私はもうそれが一番、はい、はい、そこが今になって蘇ります。もう最初から兄弟喧嘩していたぐらいなんで、ちょっと分かっていただきたいのは、もうアニジャがインポスターで生成したぐらいだったんですけど、今これで終わってないってことはもう合ってたわけですよ。言ってるのは合ってたんですけど、でも、はい、僕は、僕のゴーストはあなただと言ってるんですが、あなたとはどっちですか。あなたですよ、トジャ君。なんでですか。これ、
これキヨさん、俺たち踊らされてないかな。これ踊らされてないですか、これ。その線はもう確証はないけど薄いと見た。もうだってこれで負けだもん。そっか。確可能性をかけると。投票いたしますよ。ここで言っといて。はい、ああ、そっか。わかりました。で勝つはずなんだな。いたしがたない。すまん、兄ちゃん。やっぱり兄弟だ。兄弟の反抗だ。すごい。あやそう。破りましたね。いや、すごいすごい。兄弟の反抗だ。これすごい。上から来たのマジでいたからね。誰か。あ、それは本当だったんだ。あ、そうなの？本当、そう。だから上から行ったんですね。僕は。あの、上から急いで行ったんで。ああ。じゃあ、もうちょっと何も正直に食い違うとこなかったんだけど。でも、アニジャとオトジャはあの時さ、お互いを視認してたの？してなかったの？いや、もうなんならだってアニジャが目の前でやって、これどうしようかな、俺が知ってしまえばいいかなと思ってたんですけど、いや、これは誰かが発見するまで置いとこうかなって、弁当に隠れてたんですよね。ああ、音弁当に。音弁大好きな音弁当に。音弁だ。見られてても入っちゃうぐらい大好き。